丸の内の皆様、こんばんは。こんばんは。いやー、ありがとうございます。どうもありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。皆様どうぞその目に焼き付けてください。オリンピックレジェンドでございます。はい、本日はですね、当時を振り返っていただきながら今だから語れるエピソードなどお二人にお話を伺ってまいります。先輩方どうぞよろしくお願いいたします。当時どんな開会式だったか覚えてますか？まあ、私はですね、本当にまず東京オリンピック参加できたことが、はい、私の競技人生活の、まあ、最大の誇りなんですね、うん、そして一番感動したのは、東京オリンピックの開会式の入場行進です、はい、私はですね、なかなか人と手足が揃わなかったんです。あら、それが心配でですね、まあ、開会式が終わったんですけども、私だけ一歩遅れてですね、あ、入場行進です、姿があったんですね。やっぱりうまくいかなかったリズムが合ってない。私も、開会式10月10日ですよね、この10月10日私誕生日なんですね。おめでとうございます。すごいまだ観衆が見えるところまで行かないのに、行かないのにもうすでに緊張が始まって、私、数秒の間ですけども、どうやって歩いたか、おそらく手と足と一緒に行ったんじゃないかな。まあ、まあ大体あの木村先輩と同じ感じになったんでしょう。そういう風になったんじゃないかなと。そういう応援にまつわるエピソードをお聞かせいただければと思うんですけども。ですね、私の場合はですね、知らない方からよくお守りとか千羽鶴とか、知らない方、家族とか必勝祈願とかいう、先輩知らない人から来るお守りってちょっと怖いですよね、はい、もう中学1年生から3年母校ですが、シーツのような白いものに寄せ書きをしてくれて、なるほど、それで皆さんの名前を書いて頑張れ早田だとかいうふうなこと。お二人にとってのスポーツとは何ですかという質問を、投げかけております。私大きく成長させてくれた道場とと思います。深いですね。深いですね。和ということで、皆さんヨーロッパに行った話やら、もうベテランが多かったもんですから、うん、そういう時にいろんな話を聞いて、わ、こんな楽しい、こんな時間が過ごせるなら最高だなって。50年前の東京オリンピックですね、当時、はい、本当に世界一素晴らしいオリンピックであったと思います。これは6年後のですね、2020年東京オリンピック・パラリンピックはさらに進化した、まあ、世界一素晴らしいオリンピックが開催されることだと私は信じて、はい、とても楽しみにしております。どういうところに日本人として予算があるのか、競技で勝てるところを残されているのかということをやるべきだと思う。選手は選手で競技に頑張る、その企業の方々は日本人の優秀さをここでもう一回、出していくという、それと日本全国のスポーツに対する理解ですかね、今度の2020年は期待したいというふうに思います、ね。本日のゲスト、君原健二さん、そして早田拓二さんです。本当に皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。